こんにちはフィフィです8月24日福島第一原発の処理水の放出が開始されましたこうした日本の動きを受けて韓国のメディアの反日感情を煽るような報道が目立っていますしかも韓国の人々が自発的に海洋放出に抗議しているというよりこれを韓国の国会議員たちが先導してそして韓国メディアが煽っているんです 韓国のバリバリ反日の野党の政党が大騒ぎしているだけではないですからね。もうあれだけ日韓関係改善なんて言っている韓国の与党も日本の処理水のことを汚染処理水と呼んでいるんです。 ま、抗議活動こそしていないものの、反日思想がすり込まれた韓国国民の手前、ユン・ソン・ヨル政権も結局は、日本の処理水を汚染処理水と呼んでいるんですよね。日本との関係がギクシャクしてもまずいから、まあ、せめて汚染処理水と呼ぶのはどうかなんてことを、与党の議員たちが国会で言っていましたけど、それでも汚染という表現は、 変える気はないようです。もう何ですかねこの汚染処理水って思いますよね。まあ、日本の国会議員の中にも日本の処理水を汚染水と呼んで反対している一部野党議員がいますが情けないですよね。日本を陥れることしか頭にないんでしょうか。そして日本のマスコミは政府は説明不足だなんて報じているところもありますが 何回も何回も日本政府は IAEA の会見と合わせて説明しています。反対ありきの頭だから理解する気がないんでしょう。えまずメディアが政府の説明を受けて世間に対して説明をするべきなんです。それがメディアの社会的役割なのにその責任も果たしてもいなければ日本にとってためになることもしないんです。 韓国と同じですよね。韓国も何度も IAEA が日本の処理水は何ら問題はないと言っているのに科学的な根拠を無視してただ反対しているんです。韓国が処理水に反対しているのはただの反日感情からですからね。しかも 韓国の国会議員たちは、与野党の政治の争いのネタとして、この日本の処理水の件で大騒ぎしています。まあ、韓国メディアも、韓国の国会議員たちも一緒になって、汚染水、汚染水と大騒ぎすれば、当然、国民も同じ流れになります。韓国国民の85%が、日本の処理水放出に反対していると、韓国の議員たちは主張しています。 もう今回の件で日韓関係は改善に向かうどころか、もうやはり韓国の人々は事実と向き合おうともせず、感情優先でいつもこうして反日に転ぶんだということがよくわかりました。処理水放出は韓国の人々の反日感情をくすぐる格好のネタなんです。韓国メディアの報道を見るともうまるで日本が 人類を滅ぼすかのような大量のトリチウムを海に放出すると言わんばかりのそんな報道の仕方なんです。そもそも韓国の原発ではトリチウムの年間放出量が日本よりも多いですからね。あと韓国は中国のトリチウム放出にはだんまりなんですね。中国は福島の何十倍の量のトリチウムを放出しています。 つまり韓国は反日感情で日本の処理水放出にだけ反対しているんです。中国にはだんまりなんですからその意図がわかりやすいですよね。まあだから科学的根拠なんてもうどうでもいいんです。韓国メディアもそして韓国の国会議員たちもとにかく国民の反日感情を煽って自分たちへの支持を集めようとしているわけです。最新の世論調査を見ると ユン・ンソによる大統領の支持率は36%否定的な評価は62%もありますえまた政党支持率を見ても反日バリバリの野党共に民主党が50%で与党の国民の力が38%でもうやっぱり強烈な反日を押し出している政党の方が圧倒的に韓国国民から支持をされているんです まあ、これが韓国なんですよね。でも韓国って今経済がとんでもなく悪くて、日本からもっと経済支援が欲しいってすり寄ってきている身でよくまあ感情に任せて反日をやっているなと思いますえ。中国が日本の処理水放出に騒ぐのはまあ中国が日本の敵国だからわかります。まあ、中国に対する日本からの半導体規制もかなり効いているんでしょう。 ただ韓国は安全保障の面で日本の側なんですね。日本はこんな世界情勢が緊迫している時に韓国経済が潰れてしまっても迷惑だからということで今段階的に韓国に対して経済支援もしているんです。もうそれなのにこんなまるで日本の敵国のような態度をしてくるわけです。まあ、韓国は国民自体が反日なのでもはや日本の仮想敵国ですけど 日本から経済支援を受けておきながら日本に協力する姿勢がないんだからもう虫が良すぎます。え日本の処理水放出に反日勘定をむき出しで反対するなら日本からの経済支援も 断ればいいのにずうずしいです。その一方で日韓関係改善とか日米韓の安全保障に協力していきますなんて、まあ、こんなことを言ってもこの国は信用できません。もうこれ以上韓国に経済支援する必要はないです。というか今日本は小規模ではありますが韓国との通貨スワップも締結しました。もうこれも中断すればいいんです。日本が韓国を 援助するのは当たり前だと勘違いしているんでしょう。彼らの頭の中では日本は戦時中韓国に悪いことをした悪党だともうデタラメの歴史がすり込まれていますから。まあ、ちなみに 今こそ日米韓で安全保障の枠組みを強化しましょうとつい最近も参加国が話し合ったわけですが、アメリカは日本の処理水放出に何の問題もないというメッセージを発信してくれています。アメリカの エマニエル中日大使は処理水放出をめぐる日本政府の取り組みは科学的で透明性が確保されていると指示を表明しました。そして処理水放出を批判する中国の主張は正当な根拠もなく無謀だと非難しています。 またエマニュエル大使は中国の処理水に含まれるトリチウムの量が日本の処理水よりも多いと指摘日本は IAEA と連携するなどやるべきことをきちんとやっていると評価しましたもう本当これなんですよね日本の中国に駐在する大使も中国側に呼び出された時汚染水と呼ぶなぁと反論していたそうですがまず中国に言われたくないとはっきり言うべきですよね ちなみにアメリカのエマニュエル駐日大使が今月31日福島県相馬市を訪れて漁師や住民などに会う予定だそうですそこでエマニュエル大使はその地域で獲れた魚を食堂で食べることとあとは水産物の市場を訪問することを予定しているそうです まあいくら大使であってもここまでする必要はないんですけどアメリカはここまで日本に寄り添ってくれていますでこれは同じ西側の国だからですでも韓国はどうでしょう同じ西側の枠組みにいる韓国とアメリカとではこうも違うんですアメリカのブリンケン国務長官もアメリカは日本の計画を十分に理解している これは IAEA を含め国際基準に合致するので日本は IAEA と放出計画を緊密に調整して科学に基づいた透明な手続きを続けてきたとこう言っています、まあ、日米間での安全保障で協力関係を強化していきましょうと言っているときに普通は日本に対してアメリカのような日本に協力的な姿勢になるのは当然のことです 韓国は異常なんです。ましてや日本に経済支援をしてもらっている身で日本を陥れるような言動をするわけです。え最後に中国は日本からの水産物を全面的に輸入禁止にするらしいですが、まあ、それをするのは勝手だとしてえ日本はこれをチャンスに変えて中国依存度を下げるために動いていく必要があります。 中国が処理水放出に反対するのは日本の敵国だからでこれ今後も台湾有事の危機が高まる中でもうこの件に限らず日本に対して中国は論理的な発想ではない主張を繰り返してくるでしょう要するにこうした嫌がらせが水産物以外の分野でも起きることもあるのでこれを機に日本は中国依存型の経済を見直す必要があるということです それに伴って、漁業関係者への補償も日本政府は行っていきますし、それだけではなくて、新たな輸出先の開拓にも日本政府が主導して手助けしていくそうです。あと、我々、日本の消費者が積極的に日本の水産物を買って食べて応援することも漁業関係者への助けになるでしょう。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィーチャンネルの登録もお願いします